い、本日はですね、アウトドアブランドのショーツ4大企画をやっていきたいなというふうに思います。ということで、よく聞かれますノースフェイスのバーサタイルショーツっていうこのパンツとパタゴニアのバギーショーツってどっちがいいのとかってよく質問いただくんですけども、はっきり言って用途によって全然違います。こういう人にはこれが向いてるっていうのがあったりするし、それ以外にも実はこの2作だけじゃないんですよ。他にもええやつありますのでね、まあ、その辺も入れながらご紹介していこうということで、まずですね、こちらパタゴニアのバギーショーツいきましょう。こちらが値段ちょっと上がっております。7,920円というお値段になっておりまして、次がね、このノースフェイスのバーサタイルショーツ、こちらがですね6,380円。一応定価ではこれが一番4つの中で安い感じですね。6000円台ということで、定価ではですよ、定価では。で、次はこちらワイルドシングスというブランドで、あんまり聞きなじみのない方もいらっしゃるかもしれないですけど、このショーツもいいんですよ。だからちょっと今回入れさせてもらいましたけど、これが定価で7,480円なんですが、今結構これセールで5000円台とかで売ってたりするので、まあ実売価格でいうとこれが多分一番安いと思います。そして一番最後は一番高いんですけども、皆さん大好きこちらアークテリクスのショーツ、アンプティンショートパンツという、なんかよくわからへん名前だけども、こちらがお値段12,100円というお値段になっております。ということで、値段はね、だって5,000円ぐらいから1万円ぐらいの範囲で購入できるものをこれ4つバババッと並べさせていただきまして、次に着用してね、サイズ感、そしてシルエット、丈の短さとか、その辺を見ていきたいなと思うんですが、まずはこちらパタゴニアのバギーズショーツから履いていきたいなと思いますので、下の画面見ていただきますね。あ、ちょっと忘れておりました。僕あの黒の服着てたらですね、黒のパンツの時にどこまでかわからんやないかいというお声をね、以前視聴者さんからいただいておりましたんで、白の服に着替えます。はい、ということでね、見ていただきたいんですけども、こちらが、パタゴニアバギーズショーツのサイズ S サイズで履いております。このショーツの、パタゴニアのショーツの特徴って、基本的にはちょっと、まあ、身幅が細めですっきり履けるんですよね。で、まあ丈はあのこれ、まあ、バギーズショーツっていうモデルでちょっと短いんですけど、実はロングっていうモデルもあるんで、ロングの方やったらもうちょっと全然いくんで、まあどっちかっていうとちょっと身幅が細めっていうのが、まあ、ちょっと特徴的なパンツになってくるのかなと思います。S サイズを選んだ理由は、もともと海外サイズなんで、表記サイズよりちょっとワンサイズくらい大きいかなと思ってもらったらいいと思います。これ S なんですけど、まあ、日本サイズでいうとこの M ぐらいかなっていうね、印象ですね。こちら、パタゴニアのショーツ S サイズです。次ノースフェイスのショーツいきますね。はい、次はこちらノースフェイスのバーサタイルショーツですね。こちらサイズが、L サイズで履いてます。さっきのと比べてもらったりしたら、まあ、ちょっとサイズ感が違うっていうのもそうなんやけども、もともとの規格がちょっと身幅ゆったり系なんですよね。まあ、なので結構足とかこう広げたりとかしやすいのはしやすいんですけども、シルエット的には少しこうちょっと大きく見えるというかね、ちょっと横にふんわりしてる感じなんで、まあ、ちょっとオーバー気味に着たい人とか、オーバー気味に履きたい人とか向いてるかもしれないんですけど、これがノースフェイスの L サイズバーサタイルショーツですね。次がワイルドシングスのこちら M サイズで履きますね。はい、いかがでしょうか。見た感じって多分これが一番シンプルってシンプルやと思うんですよ。別に膝が思いっきり出てるわけでもないし、身幅がガツンとでかいわけでもなくて、あ、意外とこれなんか聞いたことないブランドでワイルドシングスのベースショーツとかって言ってたけども、あ、履きやすそうとか使いやすそうやな、しかも値段も一番安いしな、たくぞ分かってるやないかと、ここでしっかりこういうの入れてくるあたりがさすがですよねって言っていただいたらね、あの褒めて伸びるタイプなんでね、褒めていただければ嬉しいかなと思うんですけども、こういったショーツも M サイズで今履いております。で、最後がアークテリクスのショーツを履きたいなと思います。アークテリクスもこちら M サイズで履きますね。はい、といかがでしょうか。こちらアークテリクスの、M サイズで履いてますが、ちょっと大きいですね。あのアークテリクスもパタゴニアもそうなんやけども、やっぱ海外規格やから M を履いちゃうと、まあ、日本規格でいうとこの L ぐらいまであるので、もう丈もちょっと長めやな、膝ちょっと膝ごと隠れちゃうかなって感じと、あとちょっと横もね大きいので、本来多分この履き方じゃないので、おそらく僕は S の方が良かったと思うんですけども、まあ、こういった感じですね。まあ、なのでね、こうやって見ていただければ分かると思うんですけど、同じメンズショーツって言ってもですね、同じアウトドアの同じような感じで出てると思っても、あ、ちょっと海っぽいテイストのパタゴニアのね、ちょっとスタイリッシュな細く見えるような感じとか、あとノースフェイスみたいな感じでアウトドアっぽい、ちょっと横幅がガッてあるような感じの男っぽいイメージのショーツがあったり、それ以外にはあんま聞いたことないけど、ワイルドシングスが一番ベースショーツっていう名前ついてることがベースな感じだったよねっていう感じであなったりするじゃないですか。で、これからですよ、皆さんにその特徴に合う、あ、俺こういうの欲しかったんけど、ちょうどこれやったらええわっていうのをね、見ていただけるんじゃないかということでね、紹介していくんですけども、まずはこのパタゴニアのバギーズショーツでどんな特徴があるのと、結構これ街中で履いてる人多いし、大体メンズのショーツって言ったらこのパタゴニアのショーツ言う人多いんやけど、他のショーツと違うとこ何っていうと、まあ見た目は分かりましたね、サイズ感とか分かったんやけども、まず一つっていうのがこのライナーがついてるんですよ。中にね、この水着の時についてるライナーがついてますので、下着を履かんくてもね、このまま履けちゃうんですよ。なので、まあ、水陸両用やから、これ履いて海水浴行って、で下着の替えとか持っていかんと、そのまま履いた
状態でもうマナス姿乾いてくるんで、乾いてそのまま変えるということができるんですよね。なので旅行の時とかはね、荷物を減らせれるじゃないかと、あ、なるほどそうですよねなんていうことになってますので、そういったところがいいかなと思うんですが、それ以外の特徴としてもこのね、右のポケットにショーツを収納できるんですよ。もうこうやってくる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 って全部入れちゃって、こんな感じでくるくるくるって入れちゃえば、これぐらいのね小ささというか大きさになるので、まあ最初も言ったみたいに、やっぱ旅行の時とかってあんまり荷物持っていきたくないじゃないですか。そのショーツの替え、パンツの替えとか持っていたくないけど、これやったらショーツ兼パンツにもなるし、それ以外にやったらもうはっきり言って乾くの早いから2着ぐらい持って寄ってたらもうそれで終わりなんですよ。ここね、炎天下のね真夏とかやったら、ね、ベランダにねポーンって干しとったら1時間待ったら乾きますよ。それぐらい速乾性あるんで、まあ、だからね多分人気のねパンツになってると思います。もう40年とか50年ぐらいかな、ちょっと分からへんってきたこと言ったんだけど、まあ、30年以上はね愛され続けてるショーツなんで、まあ、そういったところが理由かなと思いまして、次のノースフェイスの方はですね、これどんな特徴がありますかというとですね、これも実は水陸両用なんですよ。で、水陸両用で、さっきパタゴニアにはライナーあったじゃないですか、中に。けどこれはないんですよね。で、ライナーって、あ、めっちゃいいやんって思う反面、実は邪魔くさい時あるんですよ。だからこのライナーをね、パタゴニアのやつをね、ハサミで切ってる人もいてるぐらい、ようよう考えたら確かにライナーっていらんくねってなったりするじゃないですか。で、そういう人に関しては同じ水陸両用でもこっちの方がいい。なんでかってライナーついてへんから軽いし、その履いた時のゴワゴワ感っていうのがないんですよ。で、さらにいて身幅もちょっとゆったりめになってるので、履き心地としてはバーサタイルショーツ、このパンツの方が履き心地は実はいいんですよね。履いてて楽で、これはねショーツポケットに掘り込めるかなと思って今くるくるやってみてるんですけども、あ、いけました。あ、こんな感じでいけましたわ。ただメッシュなってるけどね、別にこんなんでもいいって思うんやったら、本来収納できますとは歌ってないけども、あの収納しようと思ったらできますので、さっきのパタゴニアのショーツより1500円ぐらい安くて、まあ、ライナーとかその乾燥的にもう省かれてるので、まあ、そういうのがいいよっていう方もね、このバーサタイルショーツの方が良くなってくるんじゃないかなということで、次のこのワイルドシングスのねショーツもね結構良くてね、何がいいのかっていうとね、実はストレッチ性あるんですよ。だから伸びるんですよね。で、さっきまでのショーツって一切伸びないんですよ。だからこう結構張り腰のある感じだから、ちょっとガシガシ履いていくっていう、まあデニムみたいなイメージなんですかね。だからこうガシガシ系なんやけども、こっちはねトレーニングとかでも使えるような感じだから、トレーニングウェアとしてももちろん使えるし、その待ち着としてもね使えるっていうような感じになってるんで、これはこれでね1着持ってると使い勝手いいんですよ。っていうのも、その旅行とかって毎日行くわけじゃないじゃないですか。僕毎日旅行行くんですっていう人いてますか？そんないてないでしょ。僕結構行く方やけど、それでもね1ヶ月で2週間ぐらいしか行ってません。こんな毎日は行ってないからってなってくると、こういう日常的に履けるやつっていうのも、まあ、1本持ってたらね使い勝手いいんですよっていうことで、まあ、値段も安いしね、5000円ぐらいで買える、ここ一番安いからね、ええんちゃうかっていうこともあったりだとか、あとそれ以外にやったら最後のねアークテリクスの方、こっちに関しては一番値段高いんですけども、なんで高いんかっていうと、やっぱ細かい部分にね配慮がいろいろされてるんですよ。で、どんなとこっていうと、例えばですけど、こういった縫製とかもねワンパターンじゃないんですよね。だから表と裏をバチャンってひっつけただけじゃなくて、こういう股には股用の生地を貼って、これを貼ってあるので、より足が広げやすくなってるだとか、このウエスト部分とかもね裏側パッとひっくり返してあげると、ちゃんと別生地を当ててあげてるので、直接地肌に触れてもね不快感がないようになってるんですけど、他のショーツはそういった配慮はされてないんですよ。もうそのままもうバチンだ同じような生地になってるし、よくあの太ったお父さんとかがねこういうの履いたりしたら、もう縦線いっぱいついてるじゃないですか。脱いだ時にこう縦線いっぱいついてるけど、まあ、そういうのがねこれはないように、その辺まで配慮されて作られてたりだとか、まあもろもろとこだわられてるので、値段的にもね一番高くはなっております。まあなのでね、どういった方にね僕個人的にはおすすめしてるんかというと、よく日常的にも聞かれるから、そういう時はね、あなたはこれの方がいいですよ、あなたはこっちの方がいいと思いますって、パタゴニア履こうと思って、いや多分あなたの用途やったらパタゴニア履いても意味ないですよとかいろいろ言うんですけどもね、まあ何がいいのかというと、まずじゃあパタゴニアの方から行くとね、まあ、さっきも言ったんですけど、この旅行とかもそうで、それ以外にもねやっぱクラシックじゃないですか。もう昔からあるから、でしかもなおかつその昔からの形を継承してるっていうところで、いいものって形も変える必要ないじゃないですか。もう完成されてるから、もう何十年も続いてるんですけど、まあ、そういったショーツになってるんで、特に派手な色とかがお好きな方はこの バギーズショーツはね、いろいろ毎年派手な色出てますし、僕も結構派手な色買うの好きなんで買ってますけどもね、こういうのもいいんじゃないかなという
ことがあったりだとか、あとはノースフェイスバーサタイルショーツに関しては最も軽いんですよね。このショーツ欄の中で一番軽いんで本当に履いてて楽なんですよ。でそれ以外にもちょっと着替えだけ持っていこうかなみたいな、リュックしか持っていかへん時とかってあるじゃないですか。旅行とかやったらそうコロコロ持っていくけども、まあちょっとプール行くとかやったらちょっとだけリュックで行こうかみたいな、子供の分と、浮き輪と水筒とって持ってた時に軽い方がいいなと思ったりしたらね、まあ、この辺なんかは使いやすかったりするので、そういった方にはおすすめかなと思います。で次のベースショーツはね、これは結構一番幅広いんですよね。使えるシーンとしてはもちろん部屋着としても使えるし、ちょっとしたこうランニングとかもできたりするし、もちろんアウトドアもできるしっていうことで、これがもう最も幅は広いんですけども、まあ、その分必要じゃない機能っていうのはもうめちゃくちゃ削られてます。もうめちゃくちゃ削られて必要最低限の、ショーツでもシンプルやからこそ人との違いが出るショーツ、まあ、ちなみに僕これ気に入りすぎてね、このレオタードっていうかな、あのヒョウ柄の方レオパードですね、こちらも購入して、これ全く同じなんですよ、色違いなんですけどね、これを購入したりはしてますが、こんなんがあって、まあ、最後のアークテリクスはねどんな人がいいのっていうとね、やっぱこれはもうスポーツとかの方がいいんかなと思います。もう割り切っちゃって思いっきり動くとか、そういうスポーツで使いたいっていう人なんかはねいいかなと思うし、まあ、値段もそれそうしますのでね、こういったバギーズショーツとかバーサタイルショーツは伸びないので、スポーツ性とかジョギングとかはちょっと向いてないと思います。これでされてる方もいらっしゃるけども、はっきり言って向いてないとは思います。といったことでね、まあ、いろんな用途があるかなと思うんですけども、僕個人的にはこのバギーズショーツ履く時の注意点1個あるんですけど、何かっていうと、そのポケットが結構深めになってるので、こういう時はボディバッグとかそういうバッグ系は持つようにします。じゃないとこの太ももにポン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 当たるんですよ。それも邪魔くさいんですよ。スマホとかこうやって入れとったりしたら、普通のポケットの相場ってこの辺で終わるでしょ、じゃなくてこれパッて入れるでしょ、そしたら一番下まで落ちるんですよ。だからもうポン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 膝に当たってくるのめんどくさいから、これ履くときは一応ボディバッグは持つようにしてるし、でこのバーサタイルショーツは、まあ、特に注意点はないですかね。まああんまないかなと思います。まあ他も注意点もなくて、まあ洗濯とかもね全部洗濯普通にできるんですよ。だから洗濯機ぶち込んで洗濯したらいいだけなんで、結構まあ使いやすいかなと思います。まあ、アウトドアブランドだからね、そういうのができるっていうのは当然かなと思うんですけども、そういったところで、同じショーツと一言に言うてもね全然違いましたよねということで、まあ、皆さんのこれからの夏ご自身に合ったねショーツに巡り合えたらなということで、今回動画を作らせていただいたということで、本日はですねショーツ4大ブランド比較してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。